どうもー、ナッチでーす。イブ、その、15だったかな。15か16の方、続きやっていきましょう。前回は、まあね、前回、前々回と、なんか嫌な終わり方をして、ある意味、ギャリーが死んじゃっ、まあ、前回も死んじゃったっていうか、まあ、イブもね、変になっちゃってっていうような感じで、で、メアリーもひどい目に遭うという、本当に誰も報われない話を見てしまったというような感じだったので、前回からの続きをやっていこうと思って、前回ね、なんていうの？続きっていうか、なんか、あるところまで進めとくよって言ったんだけど、メアリーと好感度を上げないといけないっていうことで、なんていうの？選択肢によって多分セリフ変わると思うんだよね、また。そこはカットしないで、それ以外の場所はカットみたいな感じで進めていこうかなと思います。というわけで、確かこのファイルだったかな。今どこだっけ？これ。ああ、ここか。確か、もうちょいで出てくんだっけ？イブがじゃねえよ、メアリーが。これを見て、まあ、ギャリーには冷たくしていくと。今回はメアリーとね、仲良くっていう感じなので。しかし、何度見ても慣れないね、相変わらず。ほんときついわ。で、確かそろそろメアリーが出てくるんじゃなかったっけ？出てきた。仲良くしようぜ。大丈夫？お？なんで逃げんの？特にここは変わってないか？イブですよ。誰かいないか。外にね、出たくて一人で出ようとしたけど、ひどい目にあったもんな。どうしようもないもんな。全員で出れないってことだもんね。多分ね、誰かしら犠牲になって、まあ、前回は誰も出れなかったんだけど、メアリー。よろしくね。今回は仲良くやっていこうよ。よろしくね。張り切っていこう。テンション上げていこうぜ。あ、そうだ。バラは使ってけって言われちゃうんだった。バラじゃねえ、水。黄色いバラね。ほんとなくしたらやばいからね。ピンクも好きなんだ。あと青も。青ね、好きだっつってたね。結局好きなくせにむしってたけどね。こういう占いだっけ？花びらのあれでね、やってたけど。赤い色の目。可愛いと思うけど。まあ、うさぎに見えるからね。可愛い。そうだよね、やっぱり可愛いよね。まあ、ギャリーは呆れてるよな。見えるものが違うんだもんね。まあ、ある意味さ、このウサギの目も横向きでさ、なんていうの、ある意味こっちを見てるっちゃ見てるような感じはするよね。最後は壊れてしまうだろう。壊れているのを自覚することはできない。紫のカーキー。結構さ、ここら辺選択肢が多かった気がするんだよね。だから、なんかあんまりカットができないっていう。てかこれもうアウトだよね。これね、イブやられてる気がするけどね。二人とも大丈夫？あー、びっくりした。そんなにびっくり。大丈夫です。石、殴り壊せんじゃない？ダメ？ギャリーさん、そんな怪力じゃない？
壊せる道具か。でも石を壊すって言ったら、何、金属バットとかだったらいけるかっていう感じだよね。でも女の子二人じゃね、大丈夫だよ。仲良くやっていこう、今回は。仲良くやって、結局なんかひどい目にあったら嫌なんだけどな。よし、行こう。で、ナイフね。これもポジティブなのでいいのか。やればできる。が、何それ。なんだよ、いらねえだろ、だったらよ。せっかくさ、こっちはノリよくやってやってんのに、なんだよ、冗談が通じないね、みたいな。ていうか、なんでこいつはさ、あのフラッシュした瞬間に道を塞ぐんだろうね。びくともしない。でも、言えばいいじゃん、メアリーが。確か前回言ってなかったっけ？どいてよっつったらどいてだよね。これ何なんだろうね、いつも思うんだけど。このピエロの鼻だっけ、上の。これさ、これ何の意味があるの？潰れて。ピエロの鼻でしょ、やっぱり。楽しんでほしいから大人のいない世界へ一緒に行こうよ。あ、スルーしちゃった。ごめんね。こっから二手に分かれるから、一旦じゃあこっからギャリーサイドのカットしようか。そうだね、こっからじゃあ一旦カットしようか。で、なんか変化があったら、見せようかなと。見せようっていうか再開しようかなと思います。というわけで一旦こっからカットします。はい、一旦ね、またイブとの、イブじゃねえよ、メアリーとの会話があったんで、ギャリーってイブのお父さん、これも関係あんのかな？違うよ。そっか。どうなんだろう。まあ、比較的優しい気がするよ。いいな。早く両親に会いたいよね。私も早くここから出たいよ。まあ、前回ね、この約束を、イブはいともたやすくっていうか、そんなこと忘れちゃうようなショッキングな展開がね、あったからね。で、今回のセーブはね、この、かぶしちゃうとやべえから、ファイル Q っていうのに、セーブしていこうかなと思っとるわけですよ。というわけでね、またなんか会話があったら、そこに、そこのを、そこで再開します。はい、色を集めてて、で、木の部屋か。で、いろいろ調べてさ、ゲルテナ作品集の下巻か。あれを見て、メアリーのことを、あ、メアリーが絵だよ、みたいなことさ、書かれてて、ギャリーがそれを知って、知っちゃった、知っちゃったってなんか出ててさ、で、その後なんか、イブに戻してみたら、なんかこんな風になったんだけど、知られたかみたいな。これどれがいいんだろう。まあでも別に好感度下がるような選択肢じゃないと思うんだけど、まあ一番優しいのどうしたのかな。どうしたの。なんでもない。怖いよ、顔が怖いよ。嫌だな、あの人。ああ、ちょどこ行くの。あれ、これ最初、おお、違う、最初も見たっけ。あ、見たかもしれない。邪魔だな、邪魔だな、邪魔だな、つって。いじめじゃん、これ。ていうか、確かになんでいつの間にあいつそこにいるんだろう。イブ、置いていかないで。何その、変わりっぷり。友達になってくれる。私ね、ずっと同じくらいの女の子の友達が欲しかったの。ああ、なるほどね。お父さんしかいないから。なるほど。これ会話した方がいいのかな。好き？大好き。どこにもいなくて。あ、外にいるんじゃない。でも外でももういないかもしんない。なんか会話しまくれって、あのヒントをいただいたんだけど、お人形さん遊びしたいな。私がお母さん人形、イブがお父さん人形。なんで人形にならなきゃいけないの、イブが。
ゲリは今頃、おそんなこと言ってるけど、どれくらいいるの？喧嘩も時々、ああまあたまにね、雨降って地固まるっていう言葉があるぐらいだけど、まあ本当にひどい喧嘩しちゃうと戻れなくなったりするけど、雪って知ってる知ってるよ。え、いいな、あれすごく冷たいんでしょ？冷てえよ。でも俺の住んでるところじゃめったに降らないかな。あー汚いんじゃない？どんな味がするんだろう。無味じゃない？なるほどね。理由はないけどついていきますよと。お客様が全然来ないよね。まあ二人しかいないからね。何回ぐらい会話すればいいの？何パターンぐらいやな。お、そればっかだな。友達になってあげるからさ。クレヨンってかじったらね、知ってるわ。かじったことないけど。かじらなくてもわかるわ。赤くて綺麗だね。はい。あ、おい、こら。お前は、スカーフどう思う？かわいいね。そのスカーフ引きちぎってやろうか。お前花びら引きちぎったお返しに。疲れてきたけど頑張ろうね。うん、これぐらいでいいのかな会話。花占い、へえ、知りたい。あー茎もね、茎ってでもありなの？それ花占、あーまあ花びら占いじゃないからいいのかな。まあこのくらいでいいのかな会話は。でギャリーの人形が転がってる。でこれでゲットして、でギャリーがここでグッバイすることになるんだけど、あ、ちょっと待って、セーブしとこ一応。多分ギャリーグッバイでいいんじゃねえかな。で次どうなるのかだよね。あ、そうだった、開かねえよって。もうね、この展開すっげえやだわ。片っ端から蹴り飛ばしていくしかないね。本来、脱出するなら。あれだかね、カットしてるけど、毎度毎度この人形たちさ、一匹追っかけてくるじゃん。さっきの頭だけのやつがさ。ね、あんなしつこいとさ、さすがに蹴りたくなっちゃうね。なんだこの人形、チクショー、ボーンみたいな。まあでもね、実際にそんなことやったら許されないんだけどさ、美術館で。そんなことやる勇気もないしさ。ね、はいどうもー。あー。で、は？おい、何やってんだ？おーい。何やってんの？話しかけられねえし、邪魔してやろうかな、この野郎。お前の行く手を阻んでやる。先回りだよ。ほら、話せないわ。何一人でやってんの？一緒に出ようねって言っといて。それはちょっと違うんじゃない？勝手に行動するのは。いいよ、置いてくよ。イブのバカ、イブじゃねえや。メアリーのバカ、セーブができない。嫌な予感しかしない。待ってよ、イブ。こっちにも階段あったんだ。私も行く。行こうね。うわぁ、セーブできないって、もう嫌な予感しかしないんだけど。セーブできないんだけど。バラはいけられるけどさ。これどうなんだろう。セーブできないってことは。何？全員で。入る入る入る。同じエンディングじゃないよね、多分ね。ここ切ねえ、ほんと切ないわ。音楽とよさ、展開が。女の子になんてことすんの？そうだよ。ギャリーは紳士だから。
どうしようもないときね。ため息しか出ねえや、俺も。嫌なこと全部忘れられるしね。あは、そうそう、それと一緒よ。イブ、どうしたん？また座り込んじゃうの？ギャリー、え、どうしたん？何言ってんのよ。うお、そういうパターンか。イブに気づいたかと思ったら違うっていう。先に行ってようよ。あー、え、また？俺同じ？もしかして。うん、イブ、ああ、また。え、また同じじゃん。ここまで一緒。あれ、戻ってきた。何この音楽。イブ、私たち友達だよね。私、外に出るのがずっと夢だったけど。イブを置いていくのやだ。初めての友達だもん。うわ、音楽が不穏なんだけど。友達は大事にしなきゃダメって本に書いてたから、イブと一緒にいることにするよ。へへへ。ギャリーはどうする？あなたも一緒にいる？ん？ここは何をする場所なの？お、会話ができてるの？うわ、ギャリーを頼む。歓迎会しなきゃ。みんな集まったかな。私の友達の。うわ、あ、そういえば。うわぁ。もうギャリー行ったら、やっぱりこんなもの持ってる。没収。そうそう、没収。これあげる。これでよし。っていうかさ、さりげなくバラが散ってんだけど。だから二人ともグデーってなったんか。もうどうしようもねえんだけど、なんで毎度毎度さ、こんなエンディング見なきゃいけねえの。一番、うわぁ、でもどうなんだろう、これ。はい。うわぁ。とりあえず、今回このエンディングを見て、で、エンディング自体はあと一個なんだけど、一回その前に、なんていうの、クリア直前にさ、変な場所ができてるっていうのがあったじゃん。あそこを一回一人で行って、で、ギャリーとギャリーとの一番いいエンディングを見て、で、ギャリーと一緒にそこ行って終わりにしようかなって思うんで、多分まあ3パート4パートかな、あとね、ぐらいで終わりになると思うんで、頑張っていこう。もうね、これ以上悪いエンディングはないはずだから、いやー、きついわ。音楽がきつかったな。何なんだろう。嫌な予感しかしねえと思ったけどさ、なんか、メアリーが戻ってきた時はさ、おお、メアリー優しいなーって思ったんだけど、そんなことなかったね。まあ、どうだろうね。ある意味3人助かったみたいな、ひねくれた考え方をすると。いやー、きつかった。ほんときつかったわ。いやー、夜じゃなくてよかった。俺夜にこれ今実況してないからさ、夜に実況してたら多分あの青い絵から出てくるあいつに食われる夢見るわ。絶対見る、そういう系の。はい、というわけでね、本当になんかよくできてるなって思うんだけど、エンディング毎回見るたんびにさ、こういう展開かーみたいな感じですっげー作り込まれてるなーって、まあ思ってはいるんだけども、
ねえ、ハッピーエンド頑張ろうね。あと3パートぐらい、4パートぐらいだからさ、もうここまで来たら全部突っ走ってやっていくしかないからね。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。